明日から静岡県が緊急事態宣言の対象となるのを前に、県内でも感染者の多い沼津市は昨日緊急事態宣言中の市の対応について話し合う会議を開きました。えー、静岡県をはめといたしましたら7府県に対しまして緊急事態宣言こちらの方を発令したというような状況でございます。今後の沼津市におけるいろいろな対応というのはですねしっかりと協議をしてまいりたいと。 沼津市の新型コロナ対策本部会議では緊急事態宣言中の市の対応について話し合い公共施設は沼津市民のみの利用とし午後8時で閉館すること部活動を中止とすること新型コロナで学校を休む生徒などにオンライン授業を行うことなどを決めました。 2桁台がです、ね、ずっと続いてしまっているということに関しましてはです、ね、やはりあの深刻に捉えさせていただいているところでございます。これまでもまん延防止等と重点措置のエリアになったりとかっていうようなこともあったわけでございますが、ここはなんとかわれ、ね、我々が発出させていただいているさまざまな情報というのをです、ね、しっかりとキャッチしていただいてです、ね、ご理解、ご協力いただきたいと考えているところでございます。